さあ始まりましたね。はいはい。今回は何をするんでしょうか。多分インディーゲームではないと思いますけども。インディー終わったからね。そっか、8本やったし。なんか終わってからやってるやつとかあります？5本買ったかな。すげえ。もうほぼやん。その買ってあげられへんかったやつの方がかわいそうな気がするけど。ふにゃべを買ったでしょ。ああ、もう僕もふにゃべは買いました。ふにゃべどこまで行った？俺で言ったらあのこの遊園地でこういう海賊船みたいな。ああ、全然そんなとこ行ってないよ。全然進まへんもん俺。海賊船行ってないの？全然進まへん。タンカーは？タンカー乗った？タンカーめっちゃでっかいやつやで。船乗ってで漁港みたいな行ってでタンカーを操縦してみたいな。うんうん。で操縦はしてへんかもしれない。家みたいなところがあって。ちょっと言うなよ全部。進んでへんねんから。あ、そうかそうか。そうやよ。どうですか浜口さん、発表の方をこうでもしますか？もう数々してますけどね。各番組で発表してるから。まあ、そうですね。浜口勝、はい、5月25日に南明奈さんと入籍しました。はい、結婚しました。おめでとうございます。ありがとうございます。久々に見たよ、電撃がつかない入籍。先生、4年ももう言うからお付き合いしてますって言うてるからな。そっから引っ張ったから。スルスル詐欺とまで言われた。我々がついにですよ。我々が幸せな新婚生活をスタートさせた浜口さんが有野さんと始めるもう一つの新しい生活が、良い子のキノピオでぐるぐる生活。なんだかめでたい感じの紅白の段ボールに囲まれてプレーするのはすすめキノピオ隊長。知ってる？知ってる。Wii U でやったんじゃないかな。あ、もともと Wii U であったゲーム。あー、でももともとで言うたら 3D マリオであったミニゲーム。ミニゲームだったの？ミニゲームがちょっと面白かったから一本化されたんじゃない。売れたなキノピオって思ったもん。お前な。うん、すごいですね、キノピオ隊長。出川隊長みたいなもんや。そうやな。進め電波少年からな、うん、もう若者にいじられていじめられてとかしてた人が10年経って可愛い可愛いって言われるんだからな。ほんまやな、出川隊長やキノピオは。そうそうそう。ちょっとちゃうかな。出川隊長に憧れる浜口さんからキノピオ隊長をプレイ。ダイヤが隠れているので3つ集めてくださいねということです。おお、旅立ちの引っこ抜き峠。ステージに隠れた3つのダイヤ、ちゃんと発見できるかしら。あ、すごいあったよ。え、ダイヤ？ダイヤあれ。お、すごいね。おおおお。ふわーんと上に上がんねや。多分なんかあのマリオと違ってジャンプとか攻撃がなかったと思うけど。ジャンプできへんの？キノピオ隊長は背中のリュックが重くてジャンプできません。こんなん絶対ジャンプした一発やのにな。そうやねん。キノピオやかあかんねん。あ、A ついたよ。そういうことや。あ、取れた。あー、あの動きは抜くっていう。バンザーじゃないねんな。うん。あ、こっちや。これで行くんや。よっしゃ。昼間のライト照らしてな。昼間もバイクはライトオンってやつや。な。のやつやの意味が分からへんけど。で、これを B とかで抜くと。あ、株。株？あー、なるほど。ぶつけんのかな。そうだ。わー、なるほど。株はブロックを壊したり敵に当てたりできます。浜口さん2つ目のダイヤもゲット。あそこ敵おるやん。ここで初めての敵ヘイホーが株を抜こうとしますが、これで、あかかかかやばいよ。出川さんになってるやん。リアルガチでもう一度。よしよし。あ、外れた。あ、ちっちゃくなった。ちっちゃくなった。キノピオ隊長は一度ダメージを受けるとサイズの小さいチビキノピオ隊長になります。この状態でもう一度ダメージを受けるとミスに。避難する浜口隊長。すると。あ、ダイヤ。あ、なんかダイヤ。あれ、3つ揃った。たまたま出会った仲間からダイヤのプレゼント、これでコンプリートですが、浜口さん、ヘイホーにリベンジ。あ、あ、え、あれ、あれ、うわ、乱暴。やったやった。ツルハシを手に入れ隠し通路まで発見。
よし、やった、やった。結局ヘイホーは倒せませんでしたが、取れるものはすべて回収。もうこれでいけるな、うん、よし、最後やらしたろ、取らしたろやりほら、ええの、ええよ、慣れ、慣れとき、ええの、かすかすんだったけどよかったな。やっぱ初代持った男違うな。優しいやろ、優しいな、優しいやろ、優しいわ。やったねー、ええとこやれたな、ええとこやれたな。腹立つわ本作には仕掛けいっぱいのステージが70以上収録されているのですが、丸々生活するわけにはいかないので。浜口さん、後ろの段ボールを見てください。草迷いの、あ、じわー出てきた恐ろしい。キノピオ柄の段ボールの底にはキノコフルコースお品書き。 お二人にはキノコのフルコースを用意しました。最初のメニューをめくってください。こちらです。じゃん、本日の対決クリアタイムとともに。お、早速対決ですか全然オードブルじゃないけどフルコースと題した4つのメニューにチャレンジ。まずは本日の前菜的な本日の対決クリアタイムとともに、ステージ1の4を1人ずつプレイ。3つのダイヤを獲得しクリアタイムが早かった方の勝ちなんですが、浜口さん、左の段ボールを開けてください。これかい、なこれ、なんだなこれ、あ、目隠してるな目隠せなあかんからさ、目隠しはいねんけど目がすんげえダサいねんけど目がダサいって何すんごい笑ってるタレ目バージョンわかる、その目、これあるの目やろ、わかるよ両面嫌やな、こうどう、あ、似合う似合う、そう、なんか分かれへんねん全然ダサくなくなったわあるの、慣れんの、慣れる慣れる、こんな感じやろそうなんでオラウータみたいな口にしてるウータン有野が目隠しする中、まずは有野さんからプレイスタート。高原のキノコ、あー、なるほど、なんやろ、うわー、そうか、どうよ、ダイヤも3つでしょ、ダイヤ1個、あ、そっか、もう1画面に全部出てんもんな、あれダイヤ1個しかない、嘘、3つやで、3つ集めて出てマップをぐるぐるっと確認したところで探索開始。あー、取れた。まずは1つ目のダイヤを獲得。難しい、あー、そうか、ここか、どうか、どうなんだあー、なるほど、何があー、だからこのカーソルが、あー、なるほど、あー、なるほど、操作覚えてんの今え、新しい、なんかあんの操作いや、ないないない、あったやろお前、なんか新しい操作青いポインターを合わせることで物を動かしたり敵の動きを止めたりと様々なアクションが可能に。あー、こうか、こういうことだ。最初のステージにはなかった仕掛けを使って高台へ。なんか楽しそうやな。イエーイ、え取れた、3つ取ってゴール、タイムアタックやで、イエーイ、あーった、嘘、どこここ見えへん、この音だけでも覚えといて、なん後でなんか活かせれるかな活かせれるかな目隠しありのがブツブツ言う中、有野さん残りダイヤは一つに。結構謎解きか、さっきのやつとは全然ちゃうやろな。あれだ、これを、さ、どうしましょう。あれ、え、あ、何それ、あ、こうして、こうして、こうして、どうして、こうして、どうして、こうして、ここ行って、え、あー、違う、ちゃうんかいな、ここ行って、あー、早い、うわー、ここの、早い、ここのコインどうやって飛んだコインええやろ持ち前の収集癖がうずうずしだした有野さん、
コインを取りに向かいます。ここ行けんだ、ほら行った。ちょっぴりタイムロス、ようやくゴールを目指します。え、でこうだ、はい早いゴール、入った。はいストップ。よし取っていい、取っていいよ、よし行けた。出た、有野さんのタイムは4分6秒です。おお、わー、どうなんやろ。よし、うん、俺挑戦や。よし、目隠しとくか。一応一応俺一回クリアしてんけど。一応あるの目隠しといてくれるか。あーなんかあーなんか笑ってるわ。濱口さん、有野さんのタイムを更新できるのでしょうか。ああ、おお、なんか鳥おるぞ。鳥おんねん。あ、ダイヤあった。鳥の真下行ってみ。鳥の真下。あ、なんかあかん、追ってきたやんけ、お前。追ってきたよ。ドスンできたやろ。おお、ちょっとこのダイヤ取るわ。あれ、行かれ。ちゃうな。あ、行き止まりや。あかん、行き止まりやった。行き止まり？行き止まりあったっけな。火燃えてる。あ、こっちや。こっちや。1個目すぐ取れると思うけど。あ、いけたいけた、あった。よっしゃ。ダイヤ1個取ったで。あ、取ったど。取ったで言うてもて。軽く言うなよ。自分の名台詞を間違える濱口隊長。次はお願いしますよ。株で。株な。よっしゃ。よっしゃ、あ、ダイヤ出てきた、取ったどー。本域の取ったどーが出たところでラスト一つ、なかなかのハイペースです。あ、あ、ダイヤこんなとこあった。あそこか、どうやって行くね。例の仕掛け、浜口さんは解けるのでしょうか。ちゃうわ、どこや。あ、これか、ここに乗んねん。これや、隙間に乗んねん。あかん、隙間あえへん。あかん、全然隙間あえへん。隙間があえへんの。どうなってんの。何やねん、隙間があえへん。頭を悩ませる濱口さん。すると、有野さんが時間稼ぎ。どうなの、新婚生活。別に変わらんよ。なんやねん。今ええねん。もうじゃあ、全然わからん。一緒に住み出してんの。いや、もともと住んでるから、ほとんど。え、笑ってるやんけ。全然ここにあんねん、隙間が。これ何隙間がこれか。指輪はピタッとはまったの。隙間なかった。あった、大丈夫や。隙間なかった。大きめにしといた方がいいですよ、言うて指輪とか。ピンチなのに、つい幸せをお裾分けしたいのか、律儀に答える濱口さん。タイムがどんどん経過する中、ようやく。あ、うわ、なんかもうまぐれ狙いっぽいやん。あ、行った、よっしゃ、まぐれやん。コインやないよ。コイン取った。コイン、そこのこのこういう動くところのこの、ほらほらほら来たで、あるの、これコイン取った。コイン、コインのルールないから。コインも取れよ。よしよしよし、ダイヤを3つ取ったから、コインは無視してゴールへ。あ、いた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 、よっしゃ、行けたで、ゴール、やったー。コインは取ってない。え、コインは別にええやろ。コインは別にええねんけど、早かったんちゃうか。どうだ、濱口さんのタイムは。はい、4分18秒。やったじゃあ、コイン取ってへんのに。負けた。ここ面白かった。面白かった。チンチンチンっていうところ、うん、ちょっとイライラしたけど。なるほどな、隙間に乗るっていう概念をまず壊して、うん、上に乗るっていう概念に持ち替えなあかんねん。概念ってモテるもんなの。そう、概念の持ち替えが大事。柔軟な発想で挑みましょう、うん。続いてのメニューをお楽しみください。はい、メニューに、メニューに、厳選ステージで目指せゴール、ダイヤを添えて。なんかフランス料理っぽいのやつか。ほんまや。春野菜を添えてみたいなさ。あんな風なやつでしょ。ダイヤを添えられるで。フレンチなら魚料理あたりのメニュー。2つのステージに挑戦。まずは濱口さんにステージ1の16を
ダイヤを3つ集めてクリアしてもらいます。ルイージマンションかな。マザーテレサの家じゃん。そうか。これマンションちゃうやろ。おいおいおい、あれどうやって撮んの。あんなとこにあるでおか、見てみ。ブルブルさすんちゃうかこれ。ブルブルって刺して落とすんちゃうか。画面寄ってギュギュって寄ってみて。ブルブルってブルブル、ほらブルブルって刺して。2匹が限界やん。落ちん落ちん。そんな乱暴なパズルないよ。改めて正面突破を図ります。これクリボ動くよね、近く行ったら。動くやろな。スッと行こうか、スッとスッと。あ、見つけた。やばいやばい、気づいた。あ、見つけた。あかん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 。株抜いて、株抜いて、株抜いて当てんのかな。株でしょこれ。せやな。あかん、ライト照らしてもた。あかん、あ、来い。あや、あや、当たってもた。違う違う違う。危ない危ない、逃げろ。引き抜け層を抜いてもコインばかりで株が出てきません。するとここで、違う、ダイヤ取れた、ダイヤ取れた。言ってダイヤ取ったな。運よく一つ目を獲得した浜口さん、続けてこんなラッキーが。よし、上げた、逃げろ逃げろ逃げろ。おい、うわ、すぐ、あ、踏んだ。どうなったの。扉入ったら上からポトッと落ちてきて踏んだよ。あ、そう。あ、それか。入った。あ、なるほど。こうなって踏んだんや。じゃあ、あの右側のあのクリボータワーみたいなやつ。あ、何？なんかずらせた。なんかずれた。あ、ほんだ、そこ行けるやん。ほら、こっち来た。あ、そっちじゃないんじゃない？せやな。あれ、出てきた。何これ？え？キノピオ隊長です。それ分かってんねんけど。ドコンドアみたいな感じでドアから別のドアへと移動するこのステージ。こっち行かれんかな。そっち行きたいな。そっち行きたいな。どうやって行ける。あそこの上にキューブある。右上右上右上、キューブキューブ、それそれチンとして、ほら動いた。あ、え、だから。だからなんやねん。そういうことですよ。あ、これ動かすんや。そう。あ、こうや。そう、ピンクのやつは何回でも動かせんですよ。そこで押す。え、うちを下がって下がって下がってから、あ、そこでもいいんじゃない。で押す。あ、仕掛け作られてた。びっくりした。そう簡単には行かしてくれへんわ。坂を下ると新たなドア、2個目のダイヤを狙います。どれだ。で、これで入んねん。ほら出て、あ、ちゃんと出てきた。はずれ、はずれや、これか。あ、出てきた。あ、よっしゃ、それだ。これで2つ目、残りはあと1つです。出てきた。ほら、そういうことだ。え、あら、向こう側へ行きたいのですが、よく見ると柵が。どうやって出んねん。あ、これや。そう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 。ほんで出てきて、そうそうそう、こうや。落ちんねや、ポトンって。あ、なんか出てきた。テレサ、テレサ来たよ。テレサは見てたら怖がってじっとするけど。あ、見てて、見てたよ。後ろ向いたら寄ってくるよ。じっと見とこう。進まへん。見ながら、見ながら、見ながら、あ、ビーン、あーめーす。キャーッときた。あれやな、あの3つ目やね。入り口からやり直します。今度はテレサをかわせるでしょうか。来るよ。どうする、さっと行っちゃう。来るから、もうさーっと行こう。さーっと行って、コインめっちゃ取った、コインめっちゃ取った。うわー、来てる来てる来てる、おー来てる。あ、入られへん。逃げた。あ、上がった。逃げた先は3階のドア。タワークリボーの上にあるダイヤはどうやって取るのでしょうか。分からんけど、一回こっち行ってみようか。あ、あった。え、通路あるやん。通路あるな。こうやってみる。上来た。あ、上来たけど、あかん、今行った、まだ。あ、でも扉いっぱいあったで。入ってみようか、別のとこに。うわうわ。巨大テレサに襲われ慌てふためく浜口隊長。うわ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 、逃げられへんかってる。
逃げられなくてあれ階段ないのあミスミス上上がったらあかんのかじゃあ上上がったらあかんな屋上に上がるのは全てのダイヤを取ってからここ出てきたからあほんであっちに乗る降りのちゃうここでこっち来いこっち全然消えへんや見えてへんねんもん来い浜口さんの作戦はタワークリボーが真下に来たタイミングで飛び降りるというもの上から撮ったのかなってわーなるほど来た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 タワークリボーに焦らされる浜口隊長するととんでもない行動に行ったれよっしゃよっしゃ取れた取れたうわ乱暴よっしゃあの角から行ったった乱暴やな行ったね浜口さんダイヤめがけてまさかのダイブパズルゲームが一転アクションゲームにそれやる行ったったあの角からシュンと行ったったな行ったったな俺思ったやり方聞いていい？何？右の方 の扉の前に落ちるやん、うん、だからクリボーがこっちに寄ってくるからドスンでいいねドスンでテレサ照らしといて、うん、キューブで扉をずらしといてあ、なるほどずらしといて、うん、あなるほどなちょーんって取ったやねあーなるほどなるほどなおいやでも乱暴な取り方もありやと思うよ取れてもうたわ取れてもうて楽しみ方は人それぞれいよいよ屋上へほんでここやそこやでで来るよな一気に行こうか降りたら来るよもうこっちからグイッってうわ来た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 バビースここまで行ったのに今度は大きいキノピオで屋上へゴールできるのでしょうかそうやな、一個でっかいのがグーってくるからさそうやな、もううるらいって言ったるわよっしゃパワープレイよっしゃ、行ったいやちっちゃなったやもう最後パワープレイだ最後までアクションゲームを貫いた浜口隊長一つ目をクリア続いてはステージ3の17を2人で協力プレイもちろんダイヤ3つを添えてホラー特急からの脱出協力プレイは一人がキノピオを操作もう一人はポインターを動かせるのですがあ、女の子になってるあ、やっつけれるえ、来たか来たね逃げろあ、やっつけれるえ、やっつけれるやん、すげえやんありがとう Thank you じゃあ俺はこれ女の子や俺女の子やでってあ、そうか見てくれ、見てくれ俺が変えなあかんのか視点をぐるぐる変えるのも有野さんのお仕事ですよっしゃあ、取ったぞ軽く言うな降りるではい取ったぞの安売りが気になりますが次の車両へよし、あった取ったな順調なダイヤゲットにご機嫌な浜口さんはしゃいでんなはしゃいでるねよっしゃ連結外したところがここでうわ多いめっちゃ来ためっちゃ来ためっちゃ来た俺も株投げた有野さんの援護射撃で敵を一掃うれ全然当たってへんあ、これ3つ目だよっしゃよっしゃ連結外してえあれ外したのあれ外してもうたこれ取れんの最後のダイヤは目の前どうやって取るのでしょうかあれちょっと取ろうかこれおったかおったこれ何これあれなんかあ、逃げたポッポーやあ、取ったよワンナップやったあ、来た来た来たなんか来たぞ来たぞなんか来た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 あ、ワンナップやったあ、敵やと思った敵や思った
ダイヤは取られワンナップキノコは取れましたが肝心のダイヤが取れません。手詰まりだ。まさかの連結外してもうたから連結外してもうたから取られへんな。いろいろと試しましたがお手上げ。もう一回ゴールしまおうか。はい、連結外すの早かったな気を取り直して再チャレンジ。これを外したらあかんねんな。ここだ。ここをどうしたら割れんのかな。抜いたらあかんねんやろ。抜かずの、うん、抜かずのここに。ここ割らなかないわ。取り折らんのかい。取りをここにツンと落とすのかな。連れてこれる。それ連れてくるわ。危ない。ちびどった。そうやねん。どすんやねん。ついてこうへんねんな。ついてこい。そこ行ったらもう上がんのか。何やろう。どっかにツルハシないのかな。鳥作戦もうまくいかず。さてブロックを壊す方法は。泥兵でなんかすんのかな。思い切って最初からやり直してみます。するとこいつ連れてかれんのか。これこいつ、うん、こいつ連れてこれんのかな。こいつがなんか特攻してくるんちゃう。最初にいるブルをおびき寄せてみることに。有野さんがブルを押さえつけながら。オッケー、離すで、うん、来た、よっしゃ。うわー落ちなかった無理か、けえへんか、この子も。こうへんのかな、落ちそうやのにな。押すか、こっちで。違う。あ、落ちた、落ちた。うわー、来た来た来た。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。離すよ、離すよ。オッケー、オッケー、オッケー。こっち来い。こっち来い、こっち来い。ええや、ええや。あー、来た、うわー。アクション脳の浜口さんから珍しくナイスアイデアでブロックの破壊に成功。でも3両目まで連れていけるんでしょうか。あ、来たよ来たよ。気をつけて気をつけて。それ潰せへんか、無理か。あ、ドロヘおる。ドロヘ、え、忙しい。あ、潰した潰した。向こう行けと。向こう行け。向こう行きよった。焦んないで。向こう行きよった。はいはい、止めた止めた止めた。隙間行くで。はいはいはい。ドロ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 ヘドロ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 ヘ。よしよしよし。危ない。あ、やっぱあの子や。あの子連れてくんや。あの子やな。あの子大事やな。これ連れてくんや。手に汗握るブルのおびき寄せ。今度こそもう一発落としたれ。オッケー。ああ、やり直し。繊細やわあの子扱いは優しく丁寧に。あやいやい、あいやいやいやい、あいやいやい。すごいタックルくる。くる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 。すごいタックル。よし、いいよ。3両目に到着。問題の泥兵大量発生のエリア。どうしようか、俺向こう行こうか。向こうまで行ける？無理や逃げろ。よし、行った。うわー、来た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 。あー、チビになったチビになったチビになった。あと1回当たればミス。しのげるでしょうか。逃げろ。危ない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 。先に泥兵を一掃。これでお膳立てができました。あとはブルをうまく誘導するだけ。あれ、あいつどこ行ったってなってる。こっちこっちこっち。おったー。どこ行った。あいつアホやな。おったー。どの野郎。うわ来た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 。よし崩せ崩せ。あーや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 ーいや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 。ブロック前、ブロック前に行かないと。ちょっと待って、登るわ。登った無理か。よし崩しちゃった崩しちゃった。登られへんや。あ、もう一個登られへん。あ、もう一個、あ、いったいった。よしよしよし。ほら崩しちゃった。
やっつけますよ。もう芝居立って、もう用なし冷てほいで登ったらいいのか。よっしゃ、ダイヤ取ったろよっしゃ、ほいで降りたらええねん。そう、行くで。はい、よっしゃ、やったやった、おっそ分けプレイもやりがいあるな。おっそ分けのが楽しい面やね、これ。救助だけじゃないな、ね、役割すごいねすごいな、結婚してよかったな関係あんのかな一緒にできるやんあ、そうか今回の放送はここまで。2人が遊んだすすめキノピオ隊長は任天堂 e ショップで体験版のダウンロードができます。次回のメニューはボスドラゴドンとの壮絶バトル。戻る何、嘘本当、いや怖い。協力必須のステージで浜口さんの本能が大暴走。本能が見せた